ドームドームあるいは丸屋根は建築における屋根の形式の一つで半球型をした屋根のことである。ドームはアーチの頂部を中心として水平に回転させた形状をしている。構造的にもアーチと類似しており、自重やその他の荷重をドームの面内に沿って下部に伝えるため面外に屋根を支える支柱や壁が不要である場合が多い。このため、 大空間を覆う屋根として適しており、かつ構造上高さが必要で荘厳な空間が形成されることから歴史的に古代ローマのパンテオンをはじめとする宗教建築に多く用いられてきた。日本語では丸屋根、丸天井、急流塔とも言う。イタリアの教会道に対してはイタリア語のクーポラという呼び方が用いられることがある。クーポラつまり、キューポラとは 屋根上部に突出した屋根よりは小さい構造物のことである。イタリアの大きな境界道の多くは、サンタマリアデルフヨーレ大聖堂のように、ドーム頂上部に突出したクーポラを持つため、クーポラを持つ境界道そのものをクーポラと呼ぶようになった。クーポラを持たない境界道はドゥオーモと呼ぶ。日本ではかつて要線路のことをクーポラと呼んだ。これは、 芋の工場の屋根から突出している、溶線路の排煙筒をキューポラと呼んだため、それがそのまま、溶線路そのものの故障となった。なお、英語ドームはイタリア語で、教会道のことをドゥオモと呼ぶことに影響を受けている。どちらも語源はギリシア語ドーマスであり、イタリア語の用法は元来、神の家の意だった。ドームと同様にアーチを基本型とした屋根で、 アーチを水平に押し出した形状のかまぼこ型の屋根は、ボールトと呼ばれる。ニムルードにあった、アッシリアの薄木彫りの図。背景に、ドーム建築が見える。その地方の材質でドームを建築した文化は、戦史時代から現代まで、散発的に多数存在している。世界初のドームが建設された時期は不明だが、知られている最古のドーム構造物は、1万5千年前から2万年。 前のマンモスの牙と骨格で作った小さな住居と言われている。1965年、ウクライナのマシリッチという村の農民が地下層を掘っていて、そのような構造物を4つ発見した。ニムルードにあったアッシリアの薄浮彫りには、ドーム建築が描かれたものがあるが、その古代都市のそのような構造物の名残は、日干しの泥レンガで作られていたために、 長期間残存しない性質があり、まだ存在が確認されていない。アパッチ族のウィグワム。エドワード・エス・カーティス撮影シーンのドーム建築技術を使い泥レンガでドームを建築した例は、ハラフ文化とウバイド文化のメソポタミアのテル・アーペシアに見られた。ローマ時代にドームを記念碑的に建築するようになるまで、中東では貧しい人々の住居として、 小型の持ち送り済みのドームを普通に使っていたと見られている。オマーンやポルトガルでセり出しアーチの技法で建造されたドーム型の建造物や放火状墳墓が見つかっている。ただし、オマーンの構造物とヨーロッパの構造物の類似性は偶然と考えられている。オマーンの建造物は地上に建てられたもので、紀元前3000年頃のものである。 未経年の墳墓であるアトレウスの宝庫は土で覆われたより大きなドーム建造物だが紀元前1250年頃のものである。ネイティブアメリカンが作ったウィグワムは木の枝をアーチ状に曲げて骨組みを作り草や重皮で覆ったものである。中央アフリカのピグミーもマンゴーの葉を使って同様の小屋を作る。もう一つの例として イヌイットなどが圧雪ブロックなどを使って作るイグルーがあるジョバンニ・パウロ・パンニーニの絵ローマのパンテオンが教会に転換された後の様子を描いているローマ人は木、石、レンガ、陶器、コンクリートなどを使ってドームを建造したローマで最も有名で最大のドームはパンテオンで元々は神殿として建てられた2世紀に建造され 分厚い円形の壁、または円形建物の上に鉄筋のないコンクリートのドームが載っている。ドームの頂上部分には丸い開口部があり、これをメマドと呼ぶ。メマドには最高と換気の役割がある。メマドまでの高さと建物の内側の直径は同じで43.3メートルである。1000年以上世界最大のドームだった。 ローマ人はドームを縦に半分に切ったような半円ドームも採用し、非宗教的なバシリカの壁紙やエクセドラに使った。後期古代にはエクセドラがアプスに発展し、ロマネスク建築とビサンティン建築でそれぞれ独自に発展していった。住宅建築におけるローマ式ドームの最初の例はネロのドムスアウレアである。同時代の資料によれば食堂の天井が 木製のドームになっていて、天井から香水を霧状に吹くようになっていたという。ネロの死後、この宮殿の敷地はすぐさま公共の建物に使われ、公共浴場やコロッセオが建てられた。キリスト教以前のローマ時代のドーム建築は、浴場、別荘、宮殿、墓がほとんどだった。パンテオンも神殿としての性格も備えていたが、アグリッパ浴場の一部として建てられたものだった。 西ローマ帝国末期にキリスト教信仰が流星を迎え、ドームは宗教建築の象徴となり、東ローマ帝国で現世的建築にドームが使われ続けるようになった。通路が直角に交わるところにドームを構築することが多くなっていった。トルコのスタンブールで修復中のアイアソフィアのドームドームは四角い空間を土台として直接乗らないため、角の部分に テクニックが必要だった。当初、角にせり出し構造やアーチ構造を使い、これをイリスミセリ持ちと呼ぶ。円形のドームの底面と四角形の土台の隙間部分を別の球面で覆う高しミが発明され、イリスミセリ持ち技法を置き換えていった。アヤソフィアは、高しミを使った初期の有名な建築物である。高しミは、ビザンティン、ルネサンス、バロック建築でよく使われた。 高橋隅がドーム自体と同じ球面を構成する単純ドームは滅多に見られない。アヤソフィアのような複合ドームの方が一般的で高橋隅はドームよりも大きな球面の一部だがその球面の中心はドームの中心よりも低い位置にある。アヤソフィアは537年に完成した時世界最大の教会で1520年に セビリア大聖堂が完成するまで世界一の座を守り続けた。最大の中央のドームは幅が31.24メートル、床面からの頂上の高さが55.6メートルで、幅はパンテオンより4分の1狭いが、高さは4分の1高い。パンテオンとは異なり、頂上に目窓はなく、ドームの基部に環状に窓が並んでいる。さらに中央ドームの両側に、 同じような半円ドームがある。帝国が領土と勢力を失っていくと、ビサンティン建築でのドームは徐々に小型化していった。十字型に交わった建物の上にドームをかける内接十字型設計が中期以降の建物に多く用いられるようになった。急流道と呼ばれる窓のある円形の壁の上にドームを乗せる形が標準となっていく。高しすみ、急流道、 ドームの組み合わせによる建築はルネサンス期まで続いた。224年にアルダシール一世の建設したアルダシール宮殿の遺跡でわかるように、今日のイランの地にあったサーサーン町はドームを作っていた。サーサーン朝の建築はメソポタミアのドーム建築の伝統を受け継いだものと見られる。 エルサレムの岩のドームにシローマ帝国が滅亡してから44年後の520年、東強盗テオドリックはイタリアのラベンナにテオドリック廟に建設した。両母は幅10メートルのドームで覆われているが、レンガ積みのドームが多かった当時としては珍しく、300トンの石板を丸く削ったものをドームに使っている。エルサレムの岩のドームは685年から691年に、 建造された最古のイスラム建築の一つである。聖墳墓教会など近くにあったビザンティン様式の教会を真似たと言われており、ビザンティンの殉教者病に似ている。そのドームは木製で直径約20メートルあり、金で覆われている。サンマルコ寺院の内部神聖ローマ皇帝、カール大帝は790年代、アーヘンの宮殿内にパラティン礼拝堂を建造した。 この礼拝堂はラベンナのビザンティン建築産ビターレ制度に強く影響されている。この八角形ドームは当時アルプスイ北では最大のドームだった。ベネツィアのサンマルコ寺院は数百年にわたって改修や増築が続けられた。現在の寺院が建てられたのは1063年で古いギリシア十字型設計に5つのドームを備えている。これらのドームは ビサンティン様式で建てられており、コンスタンティノープルにあったという現存しない、聖書と大聖堂を模したものとされている。高し隅城のドームの基部には環状に窓が並んでいる。外側の木製で円盤で覆われたドームは13世紀前半に追加された。サンタマリアデルフィオーレ大聖堂、ブルネレスキ設計のサンタマリアデルフィオーレ大聖堂の八角形の レンガ製ドームは1420年から1436年の間に建てられた。直径は42から45メートルである。八角形の頂点から白い石のリーブが頂上に伸びて赤いタイルや根吹きを縁取っている。当時パンテオンを抜いて西欧最大のドームとなり、石造りのドームとしては今も世界最大である。特にこのドームは 外角と内壁の二重構造になっており、その後二重構造のドームがよく採用されるようになっていった。セリミエモスクコンスタンティノープル2550年から1557年に建てられたスレーマニエモスクは中央のドームの高さが53メートル、直径が26.5メートルである。海抜では当時のオスマン帝国最高のドームだったが、 床面から頂上までの高さでは近くにあるアヤソフィアの方が高い。トルコのエディルネにあるセリビエモースクはオスマン帝国で建設された初のアヤソフィアより大きいドームだった。八角形の土台の上に建てられ、内径は31.25メートルだった。建築家、ミマール水難が設計し、1568年から1574年に建設した。 完成時水難は86歳となっており、これが最高傑作とされている。サンピエトロ大聖堂の二重壁のドームは1590年に完成した。直径はパンテオニア・サンタマリアデルフィオーレ大聖堂より若干小さい。内側のドームは半球型で、外側のリブ付きドームは縦長の長円形である。旧流堂の外側には大きな窓と窓の間に、 装飾的な柱が2本ずつある。内径は41.47メートルで、地面からの頂上の十字架までの高さは136.57メートルである。現在も世界最高の高さのドームである。この大聖堂の様式が後にバロック建築と呼ばれるようになり、特にそのドームの設計は後世に大きな影響を与えた。ロシアのモスクワにある有名な聖。 ワシリー大聖堂は1555年から1561年に建設された。特徴的な玉ねぎドームは1680年代に作られたもので、ロシア建築の代表例とされている。タージマハルムガル建築の傑作とされるタージマハルは、ペルシア、インド、イスラムの建築様式を組み合わせたボビオである。1632年から1653年に建てられた。 大理石製の玉ねぎドームは高さが約35メートルで7メートルの高さのドーム基部に乗っている。セントポール大聖堂のドームロンドンのセントポール大聖堂は1677年から1708年に再建された。クリストファーレンの設計は3層構造で、目窓付きの内側のドームと円盤で折った木製の外側のドームの間にレンガを積んだ構造がある。 レンガ構造は外角と頂上の修道を支えており、内側の目窓からその一部が見えている。頂上の十字架を含めた高さは108メートルである。ドナトブラマンテのテンペットを思い起こさせる外観で、それがさらにアメリカ合衆国議会議事堂など多くの建築物に模倣されていった。パリのホテルでザンバリットにある礼拝堂は百七十九年から1七百八年に、 建設された。これもセントポール大聖堂に着想を得たドームの一つである。1861年、ナポレオン・ボナパルトの遺体がこのドーム中央の下にある地下墓所に移された。エデンプロジェクトのジオデシックドーム群、アメリカ合衆国議会議事堂の現在のドームは1855年から1866年に建設された。議事堂自体は石造りだが、ドームは 中鉄製の鉄骨で組まれている。そのデザインは、セントポール大聖堂のドームに影響を受けている。20世紀になると、ピエール・ルイージ・ネルビのような建築家や技術者が、プレストレストコンクリートを使った薄いドームを生み出し、自由な形のドームが作られるようになった。岩塩のドーム。コロンビアのシパキラジオの大聖堂、ジオデシックドームは、第一次世界大戦後に発明され、 バックミンスターフラーが広めた。天候に左右されずにスポーツができるということで、多数のスタジアムがドームを採用していった。初期の例としては、ヒューストンのアストロドームがある。ドーム型スタジアムでの重要な改良は屋根を開閉可能にしたことで、これを最初に実現したのが、トロントのロジャースセンターである。公園にあるガゼボ、ドーム型のパーゴラがある。 ドーム型のパーゴラの下から空を見上げた時の光景。ジオデシックドームはバックミンスターフラーによって考案されたドームである。正三角形に組み合わせた構造材を多数並べることによってドーム構造を形成している。60個の炭素原子からなる分子 C60 はジオデシックドームに似た構造をしているためバックミンスターフラーにちなみフラーレンと呼ばれている。 ロシア建築、特にロシアの伝統的な教会、宮殿建築特有の屋根形状である。打球と円錐を組み合わせたような形状で玉ねぎに似ていることからこう呼ばれる。東京ドームのように屋内を陽圧にすることで空気圧により屋根の自重を支えているドーム建築であり、膜構造の一種である。東京ドームではドーム内外の気圧差は0.3%である。 内部の空気を極力逃がさないように、出入り口は回転ドアになっている。修正材の登場により、近年では木質材料によるドームが建設されるようになった。出雲ドーム、大立樹海ドーム、木の花ドーム、瀬戸大橋記念公園マリンドームなどの例がある。天体観測ドームは天文台の象徴である。その働きは、 天体望遠鏡を格納し、風雨日射から守り、前天を向く天体望遠鏡について360度方位を変える。望遠鏡の筒先方向には、スリットと呼ばれる細い隙間とその蓋を持つ。近年、高精度な天体観測の実現のためには、ドーム内外の温度差をなくす重要性が重視されてきた。昼間から夜間の外気温を予想して、 同じ温度になるように積極的な空調を施す場合もある。スバル望遠鏡のドームのように地表付近の乱れた基準をドーム髪型に流さないために茶筒型をしたものも現れている。ありがとうございます。